始まってるよ。でも、とっくに始まってます。開いたら始まってんだ。圧倒的に英語コメント多いな。まあ、その辺はしゃあない。なんかフリーズしたんだけど配信重すぎたのか。まあ、動接がやばすぎるかな。あ、動いた動いた。あいつ悪っ。なんだ。I am Alexander.うさんくせえ。これ天候の変化とかもあるらしいからね、これ。ああ、マジか。すげえ。待って。グレートクラブじゃん。殴るんかい。飛び方おもろすぎや。ああ、おはよう。これネタバレじゃねえかも。見てる？見てる。みんな見てる？見てる。パイポーさんは？見てるよ。見てる。見てる。え、なんか岸辺露伴みたいな格好してるやん、こいつ。よこらしょ。喋った。デルデン。ディスコに。マップ開けるやん。待って待って待って。これだよね。いや、ナムコのやつだよね。10日の星みたいな広さしてんだマップ。ちょくちょくフリーズするな、やっぱ。マジで？俺全然しないんだけど。まあ、俺のパソコンが多分今重いからだ。え、マップとか見れんの？なんか10日の星みたいなマップしとんで広すぎるもんなこれ。いいね、この後ろ姿フロムだわ。カマないのか。カマ馬乗れるんだよね。父ちゃん馬がメインだね。乗りたい。父ちゃんに送ったるか俺は。どこだ。大丈夫？君が来てからくしゃみが止まらない。どんまい？でも色合いすごい明るいよな。うん。なんかダークって感じではないね。まあ西洋っぽくしてるって言ってたからね、確か制作。いやでもなんかモンスターが全然いねえぞフィールドに。それはモンスターはネタバレになるから、うん、見せないようにしてるんだと思う。あくまでステージって世界観だけ紹介って感じだと思う。なんかこれだけ見ると MMO みたいだな。いやでもほんまにそう。オンラインプレイとか、え、こっちすごいな。これな、延期した理由知ってる？これ発売。ん？延期した理由。わかんねえ。なんやろ。その探索の自由度とあのゲームのボリュームが想定していた内容よりもかなりああそう言ってたね。そうでかくなり、なんか想定以上のものになってしまったためって。え、これ字幕とかないの？いや多分今は消してるだけだと思う、うん、だってそもそも日本に向けてだけじゃないからね、うん、これ配信が何これかわいそう。え、でもアイテム欄なんかデモンズっぽいよ。おゆち、あ、死んでなかったのか。倒れてるだけで。あ、眠らせるなんかな。いや、合成しやがら。すげえ、そんなことできんの。かっこいい。魔法使い。あ、音はちゃんと、そこ使ってくれてんのか。嬉しいわ。お、ジャンプアクションあんのこれ、もしかして。いっぱい敵出てくるな。ああ、もういっぱい敵出てくるな、これ。かっこいい。
坂巻く風のラシード。え、何そのアクション、かっこよ。かっこいいんだけど。で、何これ、今のチリチリーム完全にあのグラボなんだけど、いや、そっちかっこよ。魔法たくさんありそうだな。あるねこれは。やりたい。やるでしょ。でも致命攻撃のモーションが使い回しなのはちょっとなーって感じだな。ここまでやるんだったらもっと派手なやつにしてほしかったけど。そこはあえてじゃない、多分かな。ブロムゲーっぽさを出すために二刀流してんじゃん。女の子なんだ、ね、デモンズとかあんなに子供急に斧出てきたわ。斧出しモーションとか作ってほしかったわ。そこはそもそもあれだもんな、エルデンリングの開発ってデモンズよりももっと前からされとるもんな、よう考えたら。ああ、リメイクのね。うん、デモンズのリメイク。まあ、デモンズはつなぎだから。うん、なんかしゃがみ歩きみたいな。なんでこんな高いとこから降りんねん、わざわざジャンプすんの。うわ、しゃがみ歩きとかあるんだ。ね。我慢してるわ。てか、背景すげえな。いや、ほんまに。しゃがみどころじゃねえんだけど。これあれだね、一緒にオンラインでプレイするときめっちゃラグくなりそう。いやでも PS5 で発売を多分元にしとるからそんなことはないんじゃない。プレ4だともしかしたらここら辺が、あ、まあそうね、モデルが軽くしゃがされてると思う。こんな動かないと思う多分。うわ、こういう敵と戦いたいんだよ、俺は。かっこよ。人型はもういいよ。あ、魔法が魔法っぽい。え、なんか、エルブリッジみたい。すごい、あのなんかみんないろいろ言ってて面白いな。外人がハベルとか言ってんの面白いな。あー、確かにハベルっぽい。かっけー、これエルブリッジっぽいな、確かに。この敵のモーションもかっこいい。これ使いてーわ、このモーションを。敵の何それ、火入ってんだけど。いや、この赤色の雷ってさ、ファンタジー世界ではめちゃめちゃかっこいいと思うんだよな、俺。ね、うん、あ、これは。ダクソで見たやつだ、最後。本流だ。だから、冥道残月波みたいになってたけど。炎の嵐はねえか。ね、でも、この高さから降りたら、さすがに落下死するんちゃう、あ、せえへんのか。落下ダメージどうなってんだろう、今作。まあ、ないんかな、探索の自由度上げてるから。少なめにされてんじゃない、多分。かな。ないはないと思うんだけど。猫指輪みたいについてるか。あれがかがり火みたいな感じなのかな。どれだ。あ、そうだね。これがかがり火みたいな感じだね。だね、これイエローグリフにしか見えないんだけど。で、なんか6つのステージがあって。で、一つ一つがクソでかいくせに地下ダンジョンとかもあるらしくて、うんうん、面白いな、白い炎みたいになってるの。何そのウサインボルトみたいなポーズ。なんか悪魔城ドラキュラみたいな、うん、ね。これは何だ、仲間 NPC なのかな。ぽいよな、一緒に走ってる。へえ、すごい。絶対ミミックやん、これ。あ、違ったわ。ソウルじゃないか。ね、ソウルじゃん。人間性なんだけど。今回は、飾り湯じゃなくて人間性なのか。とうとうでも、飾り湯じゃなくなっちゃったな。うん。まあでもソウルシリーズじゃないからな。まあね。でもなんか人間性みたいな感じじゃない、ゆらゆらしてるやつ。うん、かわいい。青、
王がなんとかかんとかって言ってたから、やっぱり西洋のあれだろうな。いや、かわいい、ちょっとかわいい、超美人なんだけど、FF こんなレベル上がった。電源切ったよ、重いから。いや、こういう坂道でこの見上げる感じめっちゃ好きだわ、うん、この動画が終わるまでわかんないわかんない。でもこれやりたくなるな。だって言ったらさ、ステージボリュームが、うん、多分ダクソ3の2倍か3倍ぐらいはあるんだろう。うん、まあやってみないと分かんないけどね、うん、そこは。でもなんか考察動画上がっとってさ、なんか早いでしょ、さすがに考察するやん。いや、そのなんかそのなんやろ、その城を、この主人公が城の前に立った時にこの規模に対して、なんか崖のなんかステージ端から見た時に城がめちゃめちゃちっちゃくするらしいねんか、うん、そうで、なんかもうで、なんかこのなんだっけ、あ、どっかで塔のラトリアで見たやつだ、今の。イルシールチカロ、イルシールチカロから。何それ。ジャンプ。うわー、でもすげえなこれ。なんか武器めっちゃ変えるじゃん。ね。いろんなのがありますよ。いろんな武器を試そうって話。僕らの太陽じゃん。なんかエフェクトが派手だな今回。派手だね。ほんまにファンタジーって感じ。うん。炎とか風とか。いや、なんかここデモンズっぽいな、このステージ。そう思わへん、これなんかボーレタリア城みたいな感じじゃない。ボーレだとまあそうだけど、まあ最初の方はまあこんな感じだね、一応。下にアリアンデルみたいなやついた。だ結婚式がちゃんと用意されてる。いいなぁ。まあ、ダクソだったらあれで突き落としてたけどな。ダクソとデモンズなら。すげぇ。そんなところも歩けんのか。楽しそう。マルチで探索したいなぁ、これ。いや、絶対楽しいでしょ、これみんなでやったら。一人でね、黙々やるのも楽しいし。だってこれさ、やばない？この見渡し。うん。もうこれ見渡すだけで、なんかロスリック城より広いやん、だってこれ。うん。どこまで行けるかにもよるけどな。でもこの自由度高、この自由度の高さなら、うん。ビッグハット。彼みたいや、白の中の入り方。あ、みんな言ってる、やっぱりビッグハットって、うん、どうでもいいけど主人公の髪が汚すぎるんだけど。これ髪なのかな。髪じゃない、多分髪にしてはなんかゲールGみたいな髪の、ゲールGのヒゲみたいな髪の毛してんな。いや、多分これは兜の装飾だと思うけどな、俺は。ね。髪にしか見えねえもん。パサパサやんつって。うわ、そう、もうこういう敵と戦いたいんよ、ね、俺は。こんなとこも乗れるってところまで乗れるもんな。いや、もうこういうな、なんか、雑魚の敵にしても、こういうなんか前傾姿勢ですごい威圧感のある敵はマジで好きだわ。
戦っとってドキドキさせられる。ああ、こんだけいろいろいけるとグリッチなさそうだな。え、でもなんかこれ実際この今ずっと回っとるの一つのステージらしいで、これ。うん、これだけで、うん、これで一つのステージ、これがあと6個ぐらいあるみたいな話らしい。やば、出た、あのでかいアリアンデルみたいなやつ。この辺なんかブラッドボーンみたいな雰囲気出してんな。すごいね、フロムの集大成って感じだね。ブラッドボーンみたいな。いや、まあ話書いてる人もすげえかんな、これ今回の。うわ、指の数多くね。うわ、多いね。なんか異様に斧が出てくるな。いや、手の数も多かったわ。いいね、いいね、こういう敵と戦いたいんだよ俺は。おお、えんちゃ。でなんか洋風の場所だけじゃなくて、なんか日本風の場所もあるらしいからな。鬼とかが出てくるのかな。もうあれじゃん、セキロじゃん。なんかフロム、いやもうほんとフロムの集大成だわ。なんかあの守護霊みたいなやつかっこいいな。うん、魔法なのかな多分。エクスカリバーじゃん。もっと派手にしろよ。どっちかっていうとあれは月がテンションだな。あだな。色的にも。ノーブルエクスキューションってやってほしい。あ、笑ってる笑ってる。やば、敵笑うよ。すげえ、なんかもうゲール G みたいになってるやん敵。あ、もう終わり。いや、やりたい。ボス武器とかあんのかな。今のなんか最後のボスの武器使ってる人いたよな、最初の方に。武器なのか魔法なのか、まあ、あの竜の頭から火吐くやつ。ああ、ボス武器か、まあボスのソウルを元に何か作るか、ボス魔法かありそうだ。そうそう、なんかボスのソウルを元にみたいなのはあるらしい、うん、今作も。ソウルなのかちょっとわかんないけど、うん、ソウルではないと思うけど、それっぽいのはあるみたいな話。いや、これめちゃめちゃ広いじゃん、だってもう即回。なんか馬の種類いろいろあったら面白いなね。どうなんだろうな、いろんなの祈りたいね。いやマジでね、ヨウムよりでかい敵と戦いたいわ俺。オンラインマッチでもマッチってか、オンラインでみんなでやるのもみんな馬乗れるのかな。ポスト乗れるんじゃない多分、うん、だってこのゲームの肝だからね、馬は。馬に乗れるようにしたいっつって広大なステージにしたんだから。得点とかあるのか、欲しい。いや買いたい。プレ5フィギュア付きプレミアムエディション買うか。デラックスエディションとスタンダードと。いやこれ買ったら当分これしかやらんだろうなマジでね。まあね、毎日やってそう。いや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 、そうだな。そしていやー、やりてえ、やりてえな。いやいや、やりたいよ早くね。どうでもいいけど、このメニューの画像のさ、この火の丸さ、うん、ロード・オブ・ザ・リングに超似てるんだよ。終わっちゃった。あー、終わっちゃったよ。じゃあ今はダークソウルで我慢するか。
ムービーだけか、でも、新情報は来ないか。予約時期とか来ると思ったんだけどな。まだってことかな。まあ、発売日は決まってるからね。まあ、マスターはしてないけど、マスターアップはしてないけど。ぐらいなんだろうな。12月後半ぐらいかな。ようやく開始。このタイミングが来ねってことは。まず PS5 を手に入れなあかんからな、俺は。ライブ版をやるんだな、必殺ね。チョプチャも、5手に入れなきゃ。どうする ?PS4 と PS5 互換性ありませんとか言われたら。なくても俺は PS5 やるけどな。悲しい。でも、4番でも売るんでしょ?大判も売るよ。やばい、千の古城から出たら俺のサインが消えちまう。ちょっと待ってね。千の古城から出ずにこの蛇王女の死体で遊ぶんだ俺は。ドゥルンドゥルンこだなにおか前。あったー。あ、リポ。上級騎士だ。私も上級騎士だったんだよ。あ前れ？まで。召喚する。でも、上級騎士、こっち、そんな強くね、そうなんだよね。ない。うん、全然強くない。1周目ずっと上級棋士のでやってたけど、なんか2周目入って装備いろいろ変えたら全然違かったから。俺の体力に補正が入らない。マジか。まあ、火力とかはやっぱりあれか。どこに行ってるの?うわ、久しぶりすぎるここ。うわ、マジか、止まるんか、マジか。怖いよ。ここは、恐れずに駆け抜けるといいよ。そしたら絶対当たんないから。あれ?止まるもうといる?し、え？こっちは何もないのか。ドラクエみたいに壺壊したらなんか出てくればいいのにな。うん、パラララって。そう。トゥ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 。出た、あいつ。あ、ちょ、見本見してあげるわ。あ、いや、いつもは弓で殺してるよ。あ、あね。ほんとだよ。いや、知ってる、本当知っだてる、よ。知ってる、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 大丈夫、大丈夫。別に疑ってないよ。いつもはちゃんとそうやってるって、俺、信じてる、信じてるってか、知ってる気がする。そんな気がするんだ。さようなら、私の人間性。まあでも、押しチョブちゃんがて。死んだおかげで、俺帰ってきて体力満タンになったから。どうしてお兄ちゃん人間性3つも使ったの? 気づいたら使ってるやつ。いいけどさ、別に。なんで3つも使った？ うわ、コントローラー蹴飛ばしたら俺のキャラクターがドアップに映って。あ、何やってんだお前。かっこいいなお前。よし。ああ、誰か鐘鳴らしてんな。いまだに鐘鳴らしてるやつがいんのか、このゲーム。だからリマスターはね、人がいるんだなっていうのがよくわかるから安心する。なんかまだ鐘鳴らすんかって感じ。あ、いた。こいよ。まあ、RTA とかやってる人がいるぐらいだからな。
未だに極限まで自重しないダークソウル攻略動画めっちゃ面白いけどな。よし。いやエルデンリングでな、フーが帰ってくるの楽しみにしてる俺。まだやってるでしょ。でもデモンズやってんの？まだデモンズじゃなくてダクソやってんじゃなかった？ああマジでダクソまだやってんの？なんか新企画を最近やりますみたいに言ってたけど。素手縛りも何もかも全部やってしまったのにもう俺直縛りとか何の武器でも攻略してるからな。もうやばすぎるからな、マジで。あそこまでダクスやり込んでる人は他にいねえよ。マジで。マジでダクソ芸人だ。え？なんか食らってね？チョプチャ向こうで、そこで、そっち側で見とくがいい、俺のテクニックを。うん。ここはね、ゆっくり歩いちゃいけないんですよ。いきますよ。はい。あ、いた。は？はあ。こうですよ。はい、ゴール。こうですよ。止まっちゃいけないんですよ、ここは。で、止まるんじゃねえぞ。ここ、ここね、ここ。ここも、うん、止まっちゃダメなんですよ。そうなの？死ね。れ。一回目をこすりつけるようにして、うん、あ、痛い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 。はっはっはっは、めっちゃ減ったんだけど。あ、これ俺開けるんだ。ね、今思った。なんでパリポさん開けてんのと知らかった、普通に。あ、こんにちは。もうこいつ殺さなきゃいけないんで。あ、待って、おはよう。え、なんかすごいんだけど。なになにこいつ、ええ、どうしたの？え、チョプチャの画面こいつどうなってんの？ちょ、待って待って待って、なになに、どこに、え、なになになに、これなにこれなにこれなにこれ、え、パリコさんどこ？下下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 下、え、こいつらどうなっとんのマジで。え、チョプチャ下やって、下やって、チョプチャ。あ、待って、ジークさんいるよ。え、だからそこ、こっちえ、ちょっと、キモい、こいつら。どうなっとんの、これ。いや、普通に二人。え、いる？いるよ。攻撃してくる？うん。え、俺攻撃できない。あ、落ちた、一体。もう一体は死んだ。あ、マジで？え？俺の画面生きて、え、なんか落ちてきたんだけど。なんか、え？ちょ、え？え？何してんの？あ、ロックできないわ。お前かわいいな。お前かわいいな、お前。なるほど。ねえ、ジークさん、あの鉄の玉のことゴロゴロっていうのかわいいんだけど。いや、俺こっちの方がかわいいわ。これビデオクリップ撮っとくか。チョプションに送ろう。